これから語られるのは、しかしその前、あなたは、あの疎遠で奇怪な医師は今日。キアナ。楽勝です。やっぱりプローニャの声だ。聞き間違いじゃなかったね。あ、そんな。でもあんなに明るい感じのブローニャが私の夢の中に出てくるなんて少し意外かも。おかしい。どうして四季の律者の夢を見てるんだろう。そうですね、ケビン。私たちは結局違う道を歩いてきました。友か敵か選びなさい。やっぱり前、まずい。ブローニャ？ブローニャ、どこにいるの？まさか。やっぱりこれは夢じゃなかった。けどどうして。律者の力が自由に使えない。私の番。大丈夫ですか、うん、漁師のおそらく。でも漁師ここに来る。そう、やっぱり。なので今それって。ええ、でも何らかの力が空間と。それ、気分がいい。もしそういった複数人を。それはさておき、ここはブローニャが開演の目に入った時とは微妙に違うとはいえ、なので。そっか。ここは、なんて言えばいいのでしょう。そうですね。原理はまだ。そんなこと。普通は、いえ、とに。これもブローニャたちがここを出なければならない理由の一つですね。倒しても倒しきれないみたいだね。ブローニャ、どうすればいいの？ブローニャは先ほどの方法で火力支援し、道を開きます。キアナはその方向へ行き、突破してください。
ところでもあるの？ブローニャたちの存在に気づくまで漁師の影はずっと特定の方向に向かっていました。まるで兵力を集結させているみたいに。それってブローニャが話してた漁師の海の征服と関係あるの？わかりませんが、怪しいと思います。けどブローニャもリツシャの力を使えないの？漁師の海にいる時の副作用とかじゃないよね？はい、それはもう一つの説明がつかないことです。おそらく相手の目的は、証拠も不十分ですし、判断するには時期尚早です。ブローニャが心配している方向へと向かってないことを願っています。